青空銀行としましては4つの柱というのを発表いたしました。個人営業としましてはシニア層をフォーカスとしたリテールバンキング、2点目としましては法人営業、こちらにつきましては中小企業の方々との取り組み、3つ目としましては地域金融機関との提携、最後としましていわゆるストラクチャードボンドですとか、あとセキュリタイゼーション、そういったスペシャリティファイナンスへの取り組みを行っております。地域金融機関よりは多品種、さらにはメガバンクに比べると少量生産、そのような取り組みを行っております。遅かれ早かれ比較優位、こちらが進むと思われます。日本に関しましてはかなりフィスクの枷はあるかもしれませんが、長期的にはオフショア化クラウド化というのは進んでいくと思っております。インフラに関しては第一に TCO の削減を掲げております。2点目としまして全体最適なアーキテクチャの標準化、あと属人性をなるべく排除しております。3点目としましてアプリケーションポートフォリオというものを構築に努めております。NIM ソフトを選んだという理由は何よりもコストエフェクティブであるというのが第一でございます。2点目としまして当行のビジネスモデルは多品種少量生産を行っておりますので、インフラストラクチャーも個別最適なインフラになりがちです。しかし NIM ソフトを使うことにより全体最適なインフラストラクチャーを構築できるというメリットがございます。次に NIM ソフトというのはアジャイルの開発を行っておりますので当行のデマンドに応えてくれるという点です。当行では昨年の7月に環状系公開プロジェクトをスタートいたしました。その際に情報系システム、環状系システム、すべての ITSM、 主にサービスデリバリー、サービスサポートになりますが、そういったものを支えていく上で CA ファミリーを使うということによりサービスの向上を図っております。